違うと思う。2で終了。エルコンの血が邪魔してる。スタートが下手という致命的欠陥。スマファルはスタートからもっとぶっ飛ばすから。交流 G に専用馬と比べられるとかスマートファルコンに失礼。1個穴入るまで押しっぱなしでようやく鼻いける馬だからね。しかもゴール後もとどまらないというスタミナは相当なものなんだけどね。不器用。ありえないけど春天出てほしい。ダート版エピファネア。たる前に頭さだからな。安定感が団地。こいつもコカノと一緒で気分よく行くのが最低条件だからな。コカノと一緒に地方でホロホロするしかないのは寂しい限りだが。まあでも3個穴で突き放した時は何馬身離すんだとは思ったけどね。やっぱスマファルに離れないよ。4個穴で息入れて持たせた分の差だ。スマファルはクリノスター王なんかに詰め寄られたりしない。ベイは合わないかね。昔よりスピード重視じゃなくなってきたみたいだけどスタミナだけじゃダメかな。スマファルは勝ちまくりああなったんだからクリソもこれから勝ちまくりああなるかもしれない。スマファルには最高のロケットスパートがあったからな。スマファル舐められすぎだろ。樽前出てきたら勝てなくなる。クリソと同じにすんな。そもそも点の速さが違う。もともとスマファルもそんなにスタートいいわけではなかった。いつの間にかロケットスタートできる様になってたな。ダイオライトはタイム遅すぎだし楽しすぎ。スマファルは両馬場なのに馬なりで2分33秒出してたわ。比べるのが失礼。でも直接対決したら普通にクリソライトが勝ちそうだな。スマファルはセラレルと異常に弱いし、リアファルがスマファルの再来。スマファル師匠のダイオライト記念な。中央なら1600万も怪しい。26クリソライトとは格が違いすぎるわな。26交流レースだと特に部の騎乗フォームの美しさが際立つな。26ああうは弱い者いじめ以外の何者でもない。 W3 角で一度おいでおいでしてから突き放す。あの容赦ない仕打ち。 W26後続の手が動くとなぜか差が広がり始めて笑えるわ。逃げて上がり最速みたいな競馬してたし。263個穴まで引きつけて上踊り時にペース上げていく。いやらしいラップの刻み方気づいた時にはもう突き放してるからね。ダート丸根強すぎ。ゴルワー血統は揉まれ弱く気が難しいところは共通してるね。スピード持続足を発揮されば本当に強いんだけどもそれを発揮させるキツが難しい。クリ こんなレース勝っただけでなんでスマファルなんだ。たる前にすら完敗してるのに。26すごい。アステリスク半濁点半濁点はこの馬に地方で勝った東北美人で実はめちゃくちゃ怖かったんじゃないの。 W スマートファルコンの時にドバイが AW だというのが痛恨だな。スマファルなんて東北美人に